厄介なことになった。団員たちは無事だといいのだが。ハドラ火山には自らを皇帝と名乗ったあの男がいる。その法を聞き、俺たちは一路火山を目指した。父上と同じ姿をしたあの男は、ハドラ火山に住む伝説の六竜の一体、飛竜を撃とうとしているらしい。火山が突然噴火したのは、飛竜の怒りが関係あるのだろうか。皇帝を止め、妹ゼシアを救わなければ。やはり増票では歯が立たぬか。さすがは飛竜、伝承通りの力よ。どうしたニコよ、おとなしいではないか。己が定めを受け入れ観念したか。いいえ、信じているのです。このような暴挙を行う輩には兄様が必ず鉄槌を下してくださると。さすがはイリアの巫女、決して折れないその心こそ王家にふさわしいものです。ハール、戯れが過ぎるぞ。まあいい、巫女よ、その目に焼き付けるがよい。飛竜が我が力にひれ伏す姿を。ここから突入すればたどり着けるはずだ。噴火した火山に乗り込むなんざ、ほんと無茶な王子様だぜ。すまない、だけどこの火山にゼシアがいるなら俺は行かなくちゃいけないんだ。そうだよ、ゼシアがいるのなら噴火でも大嵐でも関係ない。私たちで迎えに。
ペラゾ仕留めるぞ。よし、みんな怪我はないか。飛竜と対等に渡り合うその力、この地上を制覇するにふさわしい。あの禍々しい姿、ついに私の使命を果たす時が来たのかもしれません。でも震えが止まらない。兄様、どうか私に勇気を。獣たちがやけに荒れているな。これも噴火の影響か。魔獣も戸惑ってんだろ。アドラ火山が噴火するなんて昔話でしか聞いたことねえよ。おいみんな、こっちの道を見てくれ。新しい足跡がこんなにあるぜ。訓練された兵隊の足跡だ。どうやらドラゴンを撃つという話は間違いなさそうだな。私わかるよ。ゼシアもここを通った。妖精の直感。ああ、ゼシアは近くにいる。なんとなくだけど感じるんだ。マナが乱れています。ドラゴンに何かあったのかもしれません。もしかしたら本当に。大丈夫だ。あの男にドラゴンを撃たせたりはしない。俺が止めてみせる。うわ、なんだこりゃ。ドラゴンの叫び声か。急ぎましょう。飛竜は恐ろしい存在ですが、この一帯の火山を司り沈める役目も果たしています。何かあってからでは取り返しのつかないことに。ああ、みんな行くぞ。
この戦いで終わりだ。ああ、最後まで油断せずに。よし、みんな怪我はないか。行くぞ。あ、一番槍は私が。はっ、へい。はっ、くらえ、ブレイジングクラウ。中身液体ですね。掘り出し物か。みんな見ろ、溶岩の川の向こう岸にゼシアが。本当だ。それから皇帝の姿も。戦っている相手は飛竜か。さっさと行きてえところだが、そう簡単じゃないようだな。バカでけえ魔獣が邪魔してやがる。こんなところで立ち止まってはいられない。よし、あの魔獣を倒すぞ。焦らず仕留めるぞ。よし、みんな怪我はないか。
よし、準備はいいか？ええ、準備はできています。ブレイジングスクラウン！素晴らしい技です。お、掘り出し物か？ドラゴンのパワーを感じる。ブレイジンググローリー！大切に持ち帰ろう。負けるわけにはいかない。ええ、絶対に勝ちましょう。よし、みんな、怪我はないか？つまら、飛竜といえど、この程度か。傷つけて何になるのですか？ドラゴンはこの世界に不要、滅ぼすべき存在だからだ。何を言っているのですか？ドラゴンは世界の守り神でしょう。そんな暴挙は許せません。おっと、ゼシア様、ドラゴンに近づくのは危険ですよ。綺麗なお顔が傷ついてしまいます。おお、その傷でまだ動くか。ならば五体を引き裂いてやろう。やめてください、お願いですから。もうやめろ、そこまでだ。この声は迎えに来たぞ、ゼシア。早いってば。あ、ゼシア、お待たせ。兄様、マーム。貴様らは。俺が来たからには、これ以上お前たちの好きにはさせない。ゼシア、迎えに来たぞ。あ、兄様。拾った命を捨てに来たのか、我が息子よ。息子だと？国を荒らし、
世界を支えるドラゴンを撃つ貴様は父上じゃない。一体何者なんだ。愚かな。ドラゴンこそ世界の在り方を歪めているとなぜわからん。やはり貴様も不要か。ならば消えるがよい。死に損ないがなぜ邪魔だてを。ドラゴン、助けてくれたのか、暴れ出しただけなのか。いずれにせよ助かった。ゼシア、今のうちにこっちへ来て。ここから逃げよう。ラーム、やれやれ、甘く見てもらっては困る。この私が行かせるわけなかろう。お待ちください。ゼシア。兄様、ラーム、来てくださったこと感謝します。でも私はこの者と参ります。すべては私の使命を果たすため。兄様は兄様にしかできないことをなさってください。俺にしかできないこと。この者からお父様を取り戻すにはより多くの助けがいります。複数のドラゴンと契約できる兄様なら、飛竜はもちろん、あまねくすべてのドラゴンを救い、その助けを得ることができるのです。だからたくさんのドラゴンと契約してください。口が軽いぞ小娘。皇帝、力を収めなさい。飛竜は手負い、もはや手を下す必要はありません。確かに飛竜の命は風前の灯火。それに放っておけば愚者どももまた飛竜の断末魔に巻き込まれるでしょう。リベリアスプリンスご一行は哀れ共倒れ。ああ、なんという悲劇でしょうか。いや、これはもはや悲劇。目的はドラゴンと私だけなのでしょう。なら兄様は。おお、我の目的を察するか。ならば分かるな、どうして私が貴様を欲したのか。私は選ばれし巫女、魔人を封じた巫女イリアの意志を継ぐ女神のマナに愛された者、そして誇り高き竜の血を継ぐアルベリア王家の王女です。どんな運命も覚悟しています。よかろう。確かにドラゴンさえ撃てばここは用済み。サジには囚われない。さらばだ、弱き者たちよ。そんな、ゼシアも行っちゃう。待ってよ、ゼシア。危ない、殿下。大丈夫か、エルフィリス。このくらい問題は。それより飛竜をどうにかしないと。私たちを敵とみなしている。飛竜よ、話を聞いてくれ。
俺たちはあなたと戦うつもりはない。ハールの言う通り、痛みで我を忘れてるのか。聞いてくれ、ヒリュー。俺たちが戦う理由はない。俺はあなたの敵じゃない。俺はあなたを助けたいんだ。飛竜の動きが止まった。私を助ける、そんなの信じられないわ。あれが伝説の飛竜の力か。あんな相手とアローラス王は一人で戦っていたのか。どうしよう、ゼシアを追いかける。ゼシアのことは心配だ。でもその前にまず飛竜を何とかしないと。この火山はあの飛竜が支配してる。手負いの上、何も信じられなくなった飛竜が死んだり暴走したりしたら。火山ごとドッカー。俺たちの命は溶岩流に丸飲みってか。冗談じゃねえな。そういうことだ。行くぞみんな。飛竜を追い、アドラ山の危機を救うんだ。これでここの魔獣は倒した。先へ進もう。おい待て、その傷を治しておかないと次の戦いに支障が出るぞ。だけど治療している間にもドラゴンに何かあったら。分かっています、大急ぎで終わらせますから。焦るのも分かるが無茶はすんな。やられちまったらおしまいだぜ。わかった、頼む。早くヒリーを助けないと。
そしてゼシアを。ゼシアが心配なのはわかるが、少し焦りすぎだろう。あの姫様なら大丈夫だと思うぜ。本当はゼシアはすごく泣き虫なんだ。そうなのか。そんな風には見えなかったけどな。とっても頑張り屋さんだからね。でも小さい頃は一人になるとすぐに泣いちゃって、いつも大変だったよね。ああ、誰より優しい分傷つきやすくて。でも母上が死んでから変わったんだ。俺やナームの前でもいつも笑顔でいるようになった。少しでも心配かけないようにって。本当はいつも泣きたいはずなんだ。今だってきっと我慢している。だから早く助けたいんだ。そのためにも飛竜の元へ急いで、早くこの危機から脱しないと。治療は終わりです。これで動けるはずですよ。え、もう終わったのか。お望みに応えて急ぎましたから。さあ行きましょう、飛竜の元へ。よし、準備はいいか。ええ、準備はできています。あとで山分けしましょう。ブレイジングクラウン、なかなかの腕前です。なんであんな場所に魔獣の群れが集まってんだ。群れの中心に何か。飛竜？倒れた飛竜を魔獣が襲ってるのか。な、すぐに助けないと。飛竜、大丈夫か。おい、しっかりするんだ。傷口からこんなに血が。クラ、頼む、早く治療。分かっています。できる限りのことはしますが、ドラゴンに治癒魔法がどれだけ効果があるか試してみないと分かりません。ひどい傷だ。あの男の力、本当にドラゴンに匹敵しているんだな。な、また魔獣の群れが。なんでここに集まってくるんだよ。皇帝の仕業だろう。俺たちの片付けを魔獣に任せたから、あっさり引き上がったのかもな。みんな、飛竜を囲め。魔獣を近づけるな。治癒の効果が現れるまで守るんだ。
ブレイジングクラウン、見事な技だ。くらえ、よし、みんな怪我はないか。一番手強いのは片付けたが、まだまだ湧いてくる。このままではキリがないぞ。口を動かさないで手を動かせ。ブツブツ言ったって魔獣が減るわけじゃねえ。森の民をなめんな。この一撃を食らいやがれ。飛竜、私の声が届いていますか。皆があなたのために戦っています。あなたを助けるために。それなのに伝説の六竜に名を連ねるあなたはなんて情けない姿をしているのです。早く目覚めなさい。あなたはかつて偉大な王アルベリウスと共にこの地を守るべく戦った。あの時はもっと勇ましかったでしょう。こっちが黙ってれば好き勝手に言って。だあ、数が多すぎる。このままじゃ矢がなくなっちまう。矢は温存してくれ。俺が引きつけて何とかする。よせ、それ以上突っ込むのは危険だ。あんたら舐めてんじゃないわよ。おお、びっくりした。なんだこの炎は。魔獣が一瞬で黒焦げに。この炎はまさか。私が守られてるなんて、ほんと最悪な寝覚めね。人間にお守りされながら目覚めるなんて、今日はショックなことばかりね。目が覚めてよかった。もう大丈夫なのか。いえ、まだ応急処置です。危険な状態に変わりはありません。クラウ、頑張ってくれてありがとう。少し休んでくれ。おかしな人間たち。で、どういう魂胆でわざわざ追ってきたわけ。魂胆なんてないよ。俺はあなたを助けに来たんだ。私を助けに。まだそんなこと言うのね。このでかい揺れはまさかまた噴火するのか。マナがこんなに乱れてちょっと暴れすぎちゃったかしらね。あんだけ派手に暴れておいて何がちょっとだよ。呆れている場合ではありません。もしまた噴火したらここにいる私たちはひとたまりもないです。すぐにここから避難しよう。飛竜、あなたも今すぐ逃げるんだ。この揺れ、諦めなさい。
たたちが逃げ切る前に噴火しちゃうわ。仕方ないわね。私が噴火を止めてあげるわよ。噴火を止める？そんなことができるのか？この奥に火山の火口があるわ。そこがこの地のマナの集まる中心地。火口で乱れたマナを正すのよ。そうすればこの地のマナも安定して自然と噴火も収まるわ。マナを正す、そんなことができるのか？当然よ。ドラゴンはマナを滑るもの。この地のマナは私の体みたいなものよ。なめんじゃないわ。それじゃさようなら。あんたたちはさっさと出口を探して逃げなさい。おいおい、飛竜のやつ行っちまったぞ。おい、早く逃げようぜ。あいつが言ってた通りならすぐ脱出しないと。いや、それじゃ俺たちは助かっても飛竜が危ない。いくら強力なドラゴンでも手負いの体で火山の噴火を止めるなんて。なあナメ、飛んでいった飛竜の後を追うことってできるか？できなくもないけど。そっちに連れてってくれ。治りかけとはいえ飛竜を放っておけない。確かに飛竜は強がっていました。今のままでは魔獣に駆られてしまうかもしれません。よし、ここは飛竜を助けて協力して噴火を食い止める。それが全員助かる唯一の道だ。やれやれ、欲張りな王子様だ。しゃあねえな、俺たちも付き合うぜ。
よし、みんな怪我はないか。行くぞ。あ、一番槍は私が。ブレイジングクラウ。さすがだな。ドラゴンの鼓動を感じる。後で山分けしましょう。ブレイジンググローリー。宝か、いただこう。マナの乱れが収まらない。私の言うことを聞きなさいよ。せめてあの人間たちが逃げるまでは噴火を抑えないといけないのに。ここが火口か。飛竜、無事か。ちょっとなんであんたたちがここに来るの。キリュウよ、俺たちもあなたを手伝う。手負いのあなただけに任せるわけにはいかない。手伝わなくていいわよ。私は誰の力も借りる気はないの。そんな傷だらけで強がりはやめてください。今のあなたに何ができるんですか。ちょっと失礼よ、このフォレスティア。私を誰だと思ってるの。
俺も流化してあなたを手伝う。少しは力になれるはずだ。ちょっと何してんのよ。そんなことされるくらいならあんたと契約を交わしてあげるわ。この地を他のドラゴンに触らせたくないし、契約すればマナを契約的にして暴走を抑えられるかも。分かった、ヒリュよ、俺と契約してくれ。喜んでって簡単に応じるのも節操がないわね。なんか軽い女みたいだし、神聖な儀式をすっ飛ばすのは良くないわ。決まりは決まりよ。契約したいなら力を示しなさい。よし、みんな怪我はないか。強いわね。ここまで認める相手に会えたのは久しぶり。今日は本当に最悪だわ。その割には楽しそうじゃないか。どうして本気を出さなかった？なんとなくあんたを傷つける気になれなかっただけ。ねえ、聞かせなさい。あんたはなぜ力を求めるの？国を守るという王家の義務。そしてゼシア、妹に契約しろと頼まれたからだ。ふーん。じゃあ、私と契約するために追いかけてきたのね。いや、それは違う。俺があなたを追ってきたのは、火山の危機を収めたいってことと、それから、あなたのことが気になったからだ。私を助けるなんて信じられないって言った言葉が、まるで泣き出しそうな子供のように見えた。悲しむものを放っておくなんてできないよ。そんな理由で？変わった王子様ね。おい、地揺れが大きくなってきた。のんびり話してる時間はねえぞ。マグマはそこまで。契約を急いでください。噴火の直前です。まったく、もうせっかくいい雰囲気なのに邪魔するなんて不粋よね。ヒリュよ、俺と契約を交わしてくれるか。この場を収めるためだけでなく、この先も共に歩んでいくために。その言葉一生忘れないでね。もし裏切ったら灰さえ残さず焼いてあげる。この身に流れる竜の血とあなたの炎にかけて誓おう。待っていたわ。あんたのような人と出会えるのをずっとずっと待ち続けていたわ。私は昔アルベリウスと組んで戦ったけど、それはあくまで生まれ育った火山を守るためよ。でも
あんたにならどこまでもついていける。たとえこの火山を離れてもね。これは契約石じゃん。力と心は示されたわ。竜を守りし者、あなたを我が王として認めましょう。我が名はブリューヒルデ。グレンの主にして豪華をまとう者、今よりあなたを導く灯火となりましょう。この揺れはやべえぞ。噴火しない。おお、地揺れが止まった。マグマも静まったようだ。これは契約がなされた影響なのか。ええ、そうよ。契約石は膨大なマナが凝縮されて結晶となったもの。乱れて暴走していたマナは全てこの結晶になったのよ。助かった。ありがとうブリュンヒルデ、あなたのおかげで助かったよ。もうあなたなんて他人行儀の呼び方はやめてよね。私たちの中でしょ。私たちの中。年齢差は気にならないけど、やっぱり見た目の違いは気になるわね。人間ってこんな感じかしら。女の子になっちゃった。どう、あなたからも一言欲しいんだけど。驚いたよ。ドラゴンはこんなこともできるんだ。器用な私ならではの技術だけどね。尊敬してくれてもいいのよ。そりゃそうか。人がドラゴンになれんだから逆ができても不思議じゃねえわな。その一言で納得できる頭が逆に羨ましいですね。これで見た目はバッチリね。この地を離れてついていくとなると力は落ちるけど、そこは仕方ないわ。あとは、そうそう、もう少し人間が呼びやすい名前を考えないとね。実はこの姿、昔アルベリウスと一緒にいた仲間の姿を真似たのよね。あの冒険者の名前は確かムム。そうね、私のことはムムでいいわ。ムムか、確かにその方が呼びやすいかな。じゃあこれからよろしく、ムム。ええ、末永くよろしくね、マイダーリン。ダーリンって俺のこと？記録する。みんなの頑張りを記録する。